ピンポン録音とは、マルチトラックレコーダーや、その他レコーディングデバイスを用いた、レコーディングセッションにおける録音作業方法の一つ。録音可能トラック数が足りない時などに、ボーカルや演奏などの音声信号を録音した、複数のトラックから、同一のテープ上あるいはセッション内の空きトラックに、いくつかのトラックからの選択された、音声信号を特定の音源ごとにミキシングされた、 状態で録音する手法のこと。リダクションミックス、またはバウンス作業の中で行われる録音方法でもある。一台のレコーダー内の複数トラックに録音された音声信号がトラック間を卓球のように行き来することからピンポンと名付けられたとも言われている。4トラック MTR で行うピンポン録音のイメージピンポンさせたい複数トラックが 最終ミックス時に1点から聞こえる。モノラル定位で良い場合には、トラックのまとめ先は1トラックとなり、最終ミックス時に、ステレオ定位させたい場合には2トラック必要となる。ステレオ定位させるためのピンポンの場合には、パンポットで、各々ののトラックを定位させたり、ステレオエフェクターなどで、ステレオ音像を加算するなどする場合がある。作業の際に、トラッキングされたままの素材を、 バランスだけ取り、ピンポン先へ録音する場合もあるが、EQ やコンプレッサー、リミッターなどを用いて、音色を調整したり、リバーブレーターや、ディレイなどをかけ取りするなど、最終ミキシング時に行う作業と同様の、ミキシング作業をピンポンされる素材となる、複数トラックに対して施してから、まとめ先へ録音する場合もある。また、実際のトラック数に余裕がある場合でも、 ミキシング時の作業効率緩和や作業しているコンソールの入力トラック節約や DAW などの場合には演算処理する際の CPU にかける負荷軽減のためにもピンポン作業が行われることがある。これと似た作業にステムミックス作成というものがあるが、その場合は何らかの負荷軽減などが目的ではなく、最終ミキシングをいくつかのグループに分けた形で、 ピンポン自動用のルーティングを用意し、最終ミキシングバランスの中から、ある特定のグループに属する音声トラックを持ち上げたりカットしたりする用途のために、映画向けやコンサート会場での利用向けなどに作成される作業内容。この場合は、最終ミキシングを終えた後でまとめ先を分けるだけの工程となる場合もある。以上のことから、 ピンポンとミキシング作業はほぼ同じ作業を含んでいるが、作業意図が明確に分かれているため、最終音源を作成するミキシング作業とは区別されているか、その作業内における一つの工程として分類されている。ありがとうございます。